横浜海出し機構は、足のや人氏による日本の漫画作品。月刊アフタムーンにおいて1994年から2006年まで連載された。単行本前14巻、新装版、全10巻。第一作は、同志1994年6月号に読み切りとして掲載、作者にとってはこの作品が、デビュー作でもある。本作品が、 同年春のアフタヌーン式章で式章を受賞する。続いて9月号に続編が掲載され、同年12月号からは連載となり、2006年4月号まで掲載された。全140話。物語全体を通して穏やかな独特の世界を描いていく。本編の連載終了後、2006年7月号に描き下ろしとして掲載された短編、峠は、 同一の世界を舞台としたものと思われる。また、ラジオドラマが、シーナ・ヘキルのラジオ番組で放送され、二度 OVA 版が制作されている。2007年には、第38回声運賞を受賞した。お祭りのようだった世の中がゆっくりと落ち着き、後に、夕凪の時代と呼ばれる、近未来の日本を舞台に、ロボットの人である。 主人公初生アルファとその周囲の人々の織りなす、テロテロとした時間を描いた作品。作中の社会状況は、明言はされていないが、断片的な記述を総合すると、地球温暖化が進んで、海面上昇が続き、産業が衰退して人口が激減し、人類の文明社会が、徐々に衰退し滅びに向かっていることが示唆されている。しかし、 その世界に悲壮感はなく、人々はむしろ平穏に満ちた日々を暮らしている。また、詳しくは語られない、正体不明の存在も多く、そのまま作中の日常世界に溶け込んでいる。これらの不思議については、作中で真相が明かされることはなく、どう解釈するかは読者に任されている。なお原作終了後に刊行された、小説版では、夕凪の時代の後に、 人口はさらに減少を続け、ほぼ滅亡状態となった、人の夜を迎えた、としている。各話は、登場人物の私的な日常を軸に展開し、また、ロボットの人たちが、周囲から、ロボットということは、個性の一つとして受け入れられて生活している様子を、捉えている。いずれも、足名や人志ちょ、後段の、アフタヌーン KC より発行。真相版では、 カラーページの再録、ラフスケッチなどのおまけカット収録、一冊あたりの収録話数を過去の単行本の1.4冊分に増加、表紙の一新がなされている。ありがとうございます。